水上芳雄の野球基本の木。はい、今回は軸足と踏み出す足をいきます。まずは軸足なんですが、これ基本的には軸足を投げる方に出してほしいです。これを横に踏み出したり後ろに踏み出すんじゃなくて、これを投げる方向に前に出して足を上げていく、投げていく。そしてその時に注意することが一つあります。この軸足、足の内側があります。この内側を投げる人、投げる方向に向けてあげてください。そして踏み出す足を上げていきます。この時にまっすぐになっていたり開きすぎていたり閉じていたりすると、これは投げる方向に正確に強いボールは投げられません。必ず投げる方向に前に出しながら内側を向けます。そして足を上げて投げていきます。さあ、この時の踏み出す足です。この踏み出す足は当然投げる方向、投げる人の方に踏み出すわけですが、この幅が間違えて内側に踏み出してしまったり、あるいは外側に開いて踏み出してしまうと、投げる方向に対して変化してしまったり、強いボール、正確なボールが投げづらくなります。そして踏み出してクロスして投げてしまった場合、腰や膝、肘や肩、痛めやすくなります。そして同じように開いても同じことが言えます。正確に投げられないのと、そして故障しやすくなるので、踏み出す足はまっすぐ相手に向かって出すようにしましょう。その時にこの出す場所は、今軸足で内側を向けたこの足の幅分の先です。この先にあれば、これはまっすぐ出ていると言っていいでしょう。ここを注意して見てあげてください。軸足と踏み出す足、よろしいですか。じゃあやってみましょう。じゃあシャドウのように最初まっすぐ向いて向こうに投げるとして、はい、いいですね。もう一回ボールを取りました。軸足を、はい、もう一回できたら、もう少し前に出してみようか。横に出すんじゃなくて前に出して、この辺だね。そうです。もう一回前に出して内側向けてまっすぐ足を出す。はい、このようにして投げると正確で強いボールが投げられるようになっていきます。じゃあ1球投げてみよう。そうです。 OK、 いいボールです。ナイスボールです。軸足と踏み出す足、しっかりチェックしましょう。